ック出られなかったといったところがすごくこう、はい、痛手に感じていますので、またここでもう一度裏を狙っているんですよね、はい、拾ったのは8番の岩渕です。岩渕またいでますや、そして田中抜け出した、左足決まりました。鮮やかな連携からなでしこジャパンが先制。見事だね。素晴らしいですね。最後は11番23歳の田中美奈が決めていきました。この流れですよね、今までの。そうですね、はい、本当にダイレクトプレーも入っていますし、出し手と受け手のタイミングはバッチリでしたよね。で最後田中選手ここで、はい、まあ、岩渕選手が作って、ここの斜めのこの動きですよね。でこれダイレクトでしっかり決め切る素晴らしい攻撃の形でしたね。のことも考えていかなきゃいけないと思いますよね。ですから、まあ、勝負にこだわると、はい、まあ、監督もおっしゃってますけども、やっぱり一つずつのプレーを大事にね、はい、このボールとヘリングきた、頭の上だ、決められた一本。ガーナも、いやアフリカ予選を控えるガーナ、何か日本を相手に意地を見せるような同点ゴールです。1対1、ね、もったいない。今上がったボール、日本の選手は周りに3人ぐらいの姿はありました。上がったボールでここでちょっとうまくいかないで、はい、これですよね、はい、これ同じ選手ですからね。そのあたりがこのチームの中では高さのある選手。あ、こぼれた。よく見て狙っていってますよ。いいシュートだけどね。ね、まあ、しっかりミートしましたけれども、はい、ナイスキーパーでしたよね。そうですね。ガーナのキーパー21番マンティ、こちらが日本のマスヤリカです。ここでしっかり止めて、はい、抑えの効いたね、いいシュートでしたけどもね。中学1年生からJFA アカデミーでプレーをしたマスヤです。このボールこぼれた、今度は田中切り返した、落ち着いてキーパー押し込んだ、ゴールですね。ゴールが認められました。岩渕のゴールで日本勝ち越し。またね、今ね、はい、今田中選手が抑えの多分シュートだったんですかね。そうですね、一人かわしてね、はい、で左で打たずに切り返して、はい、でしっかりまたこの8番の岩渕選手も決め切るっていうね、はい、この時間帯非常に良かったですね。取られた後にやっぱりその直後ですから、踏まえてもいい形を一つ物にしたい思いもあるでしょう。ボールを拾います、なでしこ。マスヤが戻します、鮫島。ここで今先ほど中盤から一人という、ね、話がありましたが、面白い中島抜け出してどうだ、ダイレクトで追い返した、走り込んできた、今度は物にしました。見事見事、3対1。いや先ほどのコーナーキックでこうしたらと2人がおっしゃってたことをすぐに実践してみせました。やっぱりこうそのシーンで考えてる選手っていうのがね、はい、すぐにこう答えを出しましたね。中島から最後はマスヤ。いやしっかり中島選手もよく見てましたよね。マスヤ選手も素晴らしいシュート、ね、遅れずに来たよね。私は見てて、でもやっぱそういうやっぱあの選択をするのかっていう、はい、立てます、早いボール通った、一瀬から面白い、中島シュート決まった。素晴らしい、中島いいシュートだね。今鋭くネットに突き刺さっていきました。いや非常に本当にいい入りしてますね、5番20歳一瀬の縦パスを隅田凛が、はい、叩いて中島、素晴らしい。これダイレクトで、まあ、この隅田選手の受けも非常に良かったです。ここでもダイレクトでこの抑えが効く、はい、ね、このコースに蹴れる中島選手の技術の高さですね、はい、でも5番の一瀬のそのフィードもね、良かったじゃないですか。今ね効果だったりダイレクトプレーができたりとか、こう次をイメージこうできてるんだなっていうのが見てて伝わりますよね。ここはショートコーナーですか、岩渕と川澄です。川澄遠いところ、坂口の声が聞こえてきました。その坂口だ、ハリーの頃を釣りました。完璧だね、日本追加点。最後はセンターバック高木光の代表初ゴールです。松木さんから完璧だという声がありました。完璧だね、もう本当に、はい、もうプラン通りだよね。ほらもうなぞっていけるようなね、もう線がついてたって感じの、もう練習でも見せていた形ですが、守る方は守りづらい形なんですよね。いやですよね、一番奥からサイドから逆サイドまで展開する。
7番センターバック代表初ゴールを決めた高木から5番の20歳一世、右サイドバック清水がまた上がってきま す, いいす、ね、菅沢通った、負けません、今度は決めました、体の強さも見せました菅沢にゴールが生まれました。こんな難しいシュートが決めるっていう ね、さっきのより難しいよね、難しいです、でもよく本当に抑えたね、うまいですね、で相手とちょっと当たっ相手にボールが当たってる感じもある、はい、でも清水選手は、はい、もう良かったです、まあ、本当体が ね、入り方うまいですよね、1m68cm フォワード陣の中ではですね、4年前の大会ではまさに川澄があの準決勝、実は中国戦は延長120分の勝負でした。菅沢からのボール、岩渕、川澄、鮫島が上がってきている、その鮫島、合いました、完璧なボールで鮫島のゴールをアシスト、いやその前が鮫島選手が本当にいい上がりをしていて、左のサイドバック鮫島で本当にフリーだったので、そこにこう岩渕選手しっかり作って、このね、はい、このキックの精度ですよね、精度ね、ダイレクトね、いや素晴らしい、ナイスボール、やっぱ違うな、うん、本当に格の違いを見せてくれてますよね。長崎諫早からワールドカップの最終予選に向けてなでしこジャパンは旅立ちます。試合終了のホイッスルです。7対1、日本なでしこジャパン